それでは、始めさせていただきたいと思います。まず最初に管理者から方から質問させてください。はい、昨日に引き続きましてですね、今日も自殺者の増加に対する質問があったと思います。はい、新たに予算も組まれて取り組んでいかれていることかと思いますけども、対しましてですね、今の県内の現状、なかなか厳しい現状と、どういった思いでその予算を組まれてですね、取り組みを進めていかれるか、改めてになりますがご説明お願いします。はい、平成19年に過去最高の数値となってですね、大変強い危機感を持って関係機関連携して取り組んできたと。大きな傾向としては、その対策の効果が出つつある状況にあると考えておりますが、このコロナの影響ということでですね、この昨年の数字というものが極めて厳しい状況であるということ、その強い危機感を持って今回新たな事業においてもですね、相談体制の強化をはじめ、若者や女性などですね、そういったのポイントを抑えてですね、対策を強化をしていきたいと考えております。ありがとうございました。各社さん、それではお願いします。はい、午前中の質問の中で、はい、日産共同訓練に関するお話があると思います。はい、スケジュール感をお伺いしたいんですけど、連絡協議会の設置、あとはその九州防衛局との協定なんかを目指しているというような話、年度内に、はい、に向けた準備を進めているというお話でしたけれども、はい、あと年度内、あと数ヶ月、はい、スケジュール感がもし具体的なものがあれば教えていただければ。そうですね、年度内に会議を設置をして、そして合意の文書を確定するということで今進めているところでありまして、答弁の中で申し上げましても、近々そういうことで九州防衛局とこの周辺協議会との協議を行う予定にしております。これは、一度に会してというような、どのような形になるかというのはまだありますが、でそれぞれ九州防衛局における検証、そして地元協議会、県も入ってですけど、どのようなことを整理すべきかというところを今整理を進めてきましたので、それを突き合わせてといいますか、具体的な最終的な確認文書の整理というところに近々そういうプロセスを予定をしております。改めてまして、県の立場としてどういうところを強調して、国の方に、そういうふうな、県の立場としてどういうふうに臨んでいきたいかというところは分かっております。はい、改めてでありますが、今回の教訓を踏まえてですね、より密に情報を共有をし、必要な対応を図ることができるような、そういう連絡会議の設置でありますとか、迅速な情報提供でありますとか、地域住民の皆様の安心を確保するためのさまざまなところにつきましてですね、文書の形で確認をするということで、これも大変今後のことを考えますと重要なプロセスであると考えております。ありがとうございます。すいません、はい、JMK です。関連してなんですけれども、はい、連絡協議会の設置というのは、はい、調べると千歳基地のところは連絡協議会があって、はい、ちょっと他の百里とか追記がどうなっているのかというのはちょっと定かではないんですけれども、はい、宮崎県の、県の立場で、今回その連絡協議会が、しっかりできる、文書で、こういった情報をしっかり出してくださいというのやり取りの形ができることというのが、今コロナとかもあって、イレギュラーな対応っていうのが今後発生してくる可能性もあるかと思いますので、どういった意義合いというか意味があるのかっていう点について知事の考えを聞かせてください。はい、より必要な情報を迅速に共有するための場作り、仕組み作りだというふうに考えております。私どもの反省として、日頃からいろんな形の情報連絡とは努めてまいりましたが、今回のような形でですね、我々がもっと早く知るべきものが伝わってこなかった。協議会のような場があれば、普段からいろんな情報共有をしていると、その延長線上で今回のようなことがあってもですね、より迅速に情報を得ることができるのではないかと。千歳はまさに我々が今回の訓練の前に千歳で基地の外への宿泊が行われた、それについての情報共有もその連絡協議会を通じてある程度円滑になされたというところがありますので、それを参考にする中で私どもができていなかったそういう体制をですね、作っていくということにしております。ありがとうございます。
はい、すみません。代表質問とちょっと離れてしまうんですけども、はい、新型コロナで政府が福岡含む6府県、はい、前倒しに緊急事態宣言を解除する、はい、まあ、見通しとなったんですけども、本県としては、まあ、県外の往来というのは引き続き自粛を呼びかけることになると思うんですが、はい、まあ、そういう解除されることで人の往来というのが、まあ、外野の方から活発化してくるのかなということも想定される中で、今回 の, その政府の判断と、まあ、今後の県としての呼びかけ、どういったところに気をつけていくかというのを知事の考えを聞きます。はい、今国の緊急事態宣言の対象地域が10の都府県ですね。そのうち1都3県を残した6府県が、まあ、今日にもその解除の方向が決定をされるのではないかということで伺っております。これは新規感染者の状況ですとか医療の逼迫状況とかですね、それぞれの団体の状況を踏まえて国の方でそういう判断がされた、それはまあ状況を踏まえると妥当なのではないかというふうに考えておるところであります。本県として今感染拡大緊急警報のもとに特に県外との往来による持ち込まれリスクを徹底的に警戒をしていこうということで県外の往来自粛をお願いをしておりますが、今回その6府県が解除されたとしてもその体制には変わりはない、すなわちまだ首都圏が残っているわけでありますので、その警戒は引き続き維持する必要があるというふうに考えております。最終的にその1都3県も含めて、まあ、3月7日をめどにもし解除されるのであれば、それを踏まえて本県としてはまあ判断をしていくと、その次のステップをですねということになろうかと考えております。今首都圏を中心としてその減少の速度が少し緩和をしている、弱まっているのではないかというところもあります。そこは引き続き注視をしていく必要があると考えておりますし、実は毎日やはり全国の状況を見ておりますと1都3県もそうなんですが、気になっているのはそのそばの茨城とか静岡が必ずしも下がってないんですね。少しこう横ばいでかなりの人数が出ている状況もあります。全国的にやはり今のこのチャンスといいますか、この減少傾向の中でしっかり抑え込んでいくことがその後の、まあ、本県も含めた往来、安心して往来ができるような環境づくりになりますので、ぜひともあとしばらく残った期間ですね、徹底的にその抑制を図る取り組みをお願いしたいなと考えております。明日全国知事会ウェブ会議で開催をされますが、そういうような意見もまたやりながらですね、しっかりと国と連携を深めていきたいと思います。関連ですね、はい、まあ、一つその今回福岡が含まれ、解除の中で含まれているということで、はい、九州内での人の動きというのも、まあ、緩和される中で、まあ、気の緩みというのももしかしたら出てくるかもしれないという中で、まあ、県民への呼びかけ、まあ、こういった機会があるけども今後どういったところに気をつけてもらいたいかというのを知事、そして県民への呼びかけとしてはどういったところ、はい、県外との往来に関してはそういうことで今その自粛、原則として自粛というそこは変わりはありません。九州、沖縄を考えますと感染が拡大といいますか警戒をしておりました。福岡も沖縄も落ち着きつつあるというところは少し、安心材料といいますかですね、ほっとするところではありますが、さっき言いましたような1都3県も含めてまだまだ県外全国的にですね十分沈静化していない状況がある。したがって引き続き県外との往来には最大限の注意が必要だと、原則の自粛を引き続きお願いをしたいと考えております。ありがとうございます。すみません、関連してなんですけれども、はい、その感染拡大緊急警報が、はい、まあ、続いているという状況で、はい、県外との往来自粛というものがまだ維持されているという理解なんですけれども、うん、はい、となってきたときにこの宮崎県としてその県外との自粛、往来自粛を解除するかどうかというのは、もうやはりその国の、3月7日の宣言が解除されないと、まあ宮崎県としてもそのまま維持しますよという状況なんでしょうか。はい、今の時点での感染拡大緊急警報というのは感染が再び拡大をしかねない、そういうことへの緊急警報ということであります。で、今県内は比較的落ち着きつつありますが、県外はまだまだ十分沈静化していないというその危機感のもとに、その持ち込まれリスクをなんとか防いでいこうということで、
今の行動要請を維持しておりますので、今ご指摘ありましたように6府県が先行して解除されたとしてもまだまだ1都3県が残っている直行便もあるわけでありますし、そこのものが全て解除であったり見直しがなされない以上はですね、今の感染拡大緊急警報に基づく県外との原則往来自粛というところ、その行動性も変わりはない維持していくと考えております。その、まあ、最終的に多分1都3県が最後残るような状況になると思うんですけれども、はい、まあ、今までのようにまたそのこの都道府県は基本行かないでくださいみたいなこうレベルを分けてあの往来自粛をあの呼びかけていた時期もあるかと思うんですけれども、はい、そういった対応に変えるっていう感じではないんですか。はい、今の時点でそういう対応に変えるということではありませんが、この前の方向性も示しましたように、この感染拡大緊急警報を次のレベル2の特別警報にする、そして県外との原則往来自粛をその次のいわば元に戻した段階では、今言われたように感染が増えているところとか、例えば15人以上とかですね、人口10万人あたりのそういった地域については自粛なり注意をしてくださいというような、これまでのような呼びかけになるということになります。今はまだ原則として自粛ですよという段階ですね。あくまでやっぱりその1都3県のところが肝だと、はい、宮崎県としてもそこが肝になってくるっていうところ で、ね、そこの判断を待つっていう形になってくる、はい、となってくると来週のなんかどれ、まあ、3月7日っていうともう来週、まあ、日曜日とかになってくると思うんですけれども、なんかどのタイミングでこう県としての判断をまた表明できるのかっていう点についてはいかがですか。そうですね、この3月7日までとしているその残った1都3県の状況をどの時点で国として判断をし、またその後の行動要請なりをどうしていくのかという、まあ、分科会専門家の意見も含めてですね、そこの議論を注視をしているということです。ありがとうございます。ただ基本的な大きな流れとしては、そういう国の宣言の全体の解除を受けた本県としても次の段階に移るというようなイメージを持ちつつ、国のその議論の状況をこれから注視するという段階です。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではありがとうございました。